いいですか、こういう何パキッあ、ね、危ない、うまい、まっすぐ手こねそうだった、今コースなりっしょ、うん、手こね、さすがです、こねそうだったね、今のは、まあ、でも全然ごまかしたよ、はい、パー5だよ、えなあ、急にえ、なんでだから振ったんじゃないの、違う、長いな、ナイスショー、うわーこれよ、いいセクシーフェードは、ナイスショー、うわーこれよ、いいじゃん、セクシーフェードは、あ、待って、やばい、あ、やばい、あ、ダメ、あれまだセクシーフェードじゃない、全然違った、普通に右に出てくる、ね、信号とか、ちょっと左前に、あ、じゃあ7番で打ちたい、7番で、はい、こういう打ち方、なぜかというと、はい、できれば飛ばしたいから、できれば飛ばしたい、いいと思いますぐらいか。これそうですね、250くらいあります。そんなあるんだ。パー5だから。あ、そっかそっか。多分私はミスショットしても変わんないから、このクラブ。左狙いだね。綺麗。ナイス。ありがとうございます。一緒です。セクシーフェードですこれ。これか。これだ。これか。エギリもあれだね。ベタ足気味で。ベタ足気味の。ちょっとあのアンソンジュみたいな。ちょっとカットして。そうカットして、はい、ライン出しセクシーフェードって感じ。今ライン出した。ちょっとね。試合からちょっと。そう。150くらい。はい。やっぱライがそんなに、はい、マジそうあれではなかったので。はい、ちょっと足固定してみたいな。足固定して。はいはいはい。っていう。さ、こうさ。本人できるけど、これ教えるのさ、パン。パン。擬音多いよね。え、ドロー系は何もないの？なんかセクシードローないの？ああ、それはちょっとない。ちょっとじゃあドローはちょっとセクシーじゃないの？そう。え、ドローはダメなの？ドローはちょっとなんか、やってやった感があるから、セクシーじゃない。なるほどな。俺とカジさんは言ってる意味わかんないよね。いや、ドローはさ、なんかさ、やってやった感あるじゃん。飛ばすぜみたいな。フェードなんかおしゃれ、おしゃれ、そうでしょ、そうですね、なんかちょっとかっこいいですね、ほんと思ったうまい、これうまい、これセクシーウェイドじゃない、これセクシーウェイドじゃない、届いてないっていう、届いてない今、3オンみたいな感じになると3オンしそうかと思ったらしなかったね、あ、なに、やっぱなに、えドローが飛んでフェードが飛ばないってやっぱまだ思ってんだみんな、いやそうドローのがランが出るから、私のボールはでもそう、あ実際それはこすっちゃうからでしょフェードが、うん、あそう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 、こすらないフェードを打てばいいだけだ、そうそうそう、パワーフェードってやつね、そう、そこまでいけばあれだけど、うん、そういうことね、そうそうそういうこと、そういうこと、そう、あ理解、パワーじゃないからそうなんですよね、うん、パワーじゃなくて、まあ、言い方だよね、言い方、セクシーフェード、セクシーフェード、ゴロも良くないですか、うん、セクシー、セクシードローはダメ、ないんですよ、ないよセクシードローはマジでないんですよ、ここは何ヤードですか、80くらい見てもらって、じゃあピッチングでお願いします、あーなんかちょっとディポットみたいな感じではない、これそう、ちょっと砂っぽい、やだな、ちょっと無理だな、85、ええー、
砂じゃん。シャンクみたいなの出るんだよな、こういうのね。ほら、取るな。乗る。もう、でもない。危ない、ギリギリだったね。ほら、危んな。乗る。もう、でもない。大丈夫です。これ難しくない？やっぱいつも上叩いちゃうんだよね。あ、こういうこと？こういうところで打っちゃうか。ビビっちゃうってことですか？じゃ打った瞬間にちょっと下に入るんだよね、グッとボールが。うんうんうん、なるほどね。多分。多分ね。やってることあってんすけどね、届いてないだけなんですかね。ああクラブに。なるほどね。そのままもっと行っちゃえばいいのに、下まで。ああもっとグッと打てばいい。そのまま下に行っちゃえばいいだけなんですよ。ああそう、そう、腕がね、跳ね返されちゃった。跳ね返ってんすよ。ちょっと跳ね返っちゃった。そうだからグリってなっちゃうって言ったでしょ。ちょっとなっちゃったもんね。で、まさかグッと入ればあんな左行かず、うん、セクシーフェードでキュキュって止まった感じが、やること合ってます。合ってる、もっとね。すげえ合ってる、すげえ合ってる。これが力なんですか？力ないよ。そういうことなんだ。私もトレーニングしてるときは多分打てるんだよね。A？ それ。はい。もうちょいじゃない？そうそうそう。こんぐらい。左足ね。うわ。ハンドファースト。ハンドファースト。そう、返さないで。そう。あ！なんだ今のは。わかんないです。未解決。アプローチが弱くなった。いや、そう、ビビってます。奥が嫌で、トップして奥とかが嫌で。ビビってます、これは。素振りは大きいのに、打つ瞬間ちょっと弱くなる。うまい！いいね。いや、でも、でも強くないですか？いや、でもこれはサンドで打った方がいいよ、そしたら。そう。この辺の、うん、転がってっちゃう、転がらないみたいなのは、はい、クラブ変えた方が絶対いい。で、スピンかけられないもん、絶対。そうです。津田、津田狙いで。まあ、こんなもんですよね。そうですね。まあ、その足、ちょい外でもいいくらいか。そうですよね。はい。津田さんって分かんないよって突っ込んでる。いいんじゃない？あー、めっちゃ曲がるじゃん。わー、届かない。いいんじゃない？あー、めっちゃ曲がるじゃん。わー、届かない。一応中、球は中。結構打ってる気がするんだけど。いつも高いコース行きすぎなんだ。あ、あ。ミキリンも高いコース行ってんな。どういうことそれ？どういうことなの？え、今全部ユキリンのせいにしただけ。うなすりつけられてる。あー、パッド？私ロングパットが残るとこうなっちゃうんだよね。これパーパットなんだけど、打てないよ。あ、もう打った瞬間に分かりますか？うん、思ったより曲がるんだよね。バス。どういう気持ちですか今の？悔しいだけ。悔しいだけ。ちょっと。ちょっと急に曲がるから、はい、気をつけて。曲がらない。なんだろう、こうさ、早いとさ曲がってくれるとかだけどさ、ちょっと遅いとさ打たなきゃいけないし、打ったら曲がんないしみたいな、はあ、逆に難しい。早いけど普段から急なわけじゃないと思う、多分ね。キャリーさん普段もっと、この前までは10ほらで、はい。りょうちゃんいくつで回るんですか？いや、そんな感じで毎回は出ないけど出ます。いや平均。ちょっとプロに聞くのはね。確かに。いや、全然オーバー持ちます。本当、はい。得意クラブは？得意クラブパター。あ、
じゃあ、肩当てすごい。今見てて、うーわ、やべえ。やってやったとか思われてた。実はね、やってんなと思ってんの。あーあーみたいな。じゃあ構えてたから違うなと思ってるでしょ。だとしたらもうちょっとこそアドバイスして責められるっていう思ってるでしょ、構えた時から。うん、あ、ちょっと向き違うなみたいな。アドバイス欲しい。向き違うなって言います。じゃあ、はい、お願いします。はい、思ってたのに。思ってた。いや、そんなことはないです。そんなことはない。はい、 OK です。お願いします。今で100、今でここからだと、そうですね、200ないです。170とか150くらいで。ギリ届いちゃいますね。すごい。オッケー、綺麗。あーとか言ってるのは本当手が、本当は手がやばい結構。大丈夫です。ギリギリ平気ですか？こうなってるかもね、手が近いかもね。近いですか？もう一回打っていたら嬉しそう見た？いやいや、やった？やりたかったのね。やり直しするの大事だよ。大事だよ。しかもだいぶ T から出るっていう。え、ここが近かったですか？近いんだと思って、ちょっとクッて持ち上げて打つときにこうなってんだよ。伸びちゃってるから、うん、いつものやつか。こんぐらいグッと上げて、で頭を後ろに下げないようにね。はい。あ、顔上がったし、ほぼ変わらんしやっぱしょうがない。今体止まっちゃったよね、ちょっと。ヘッド触れてないよね。手もっと振った方がいいかもね。そう、あの 1,2,3 になってるよ。止まっちゃってるもん、ね。うん、この辺で。そう、最後まで行かないといけないじゃん。振り切る。振り切る、振り切る。むしろ失敗してもいいやぐらい。そう、やっぱ思い切り打つってコースじゃなかなかできないじゃん。うんうん、でも2球目だったらできるっていう感じで。はい、確かに。ぜひ。はい。ぜひ、おすすめです。はい。だから低めに出したいときはどうすればいいですか？低めに出したいときはちょっとずっと。こういう感じ？違うかな？私の予想こんな感じ。なんか投げやるみたいな感じではない。そうです、ちょっと右足寄りに行って、クラブももうちょっと短く持って気持ちで、はい、で、あとソースまっすぐだけでいいと思います。本当に？なんか近いですか？大丈夫です。あー、初。6番アイアン得意じゃないんだよな。届け、バンカーに入っちゃうよ。おー、跳ねた。届け、バンカーに入っちゃうよ。うわー、跳ねた。なんかさ、テイクバックがめっちゃふらつくんだけど、どこだろう、どこだ、体重の位置が分かんない。40ヤードないくらい。セクシーフェード右に行っちゃった。惜しいね。方向音痴出た。ホタルはでもいいですよね、ずっと感触は。ね、良かったですよね、けど、うん、方向音痴が出た。惜しいな。これは20ヤードぐらい。インスタ見たもん。インスタ見たら、急にお嬢様に。うまいじゃん。なんか徐々に慣れてきたじゃん。うまくないですか？はい。やった。どうしよう。どうしよう。ロブにする。だってさ、このぐらいでちょっといっぱい開くと届かないことがあるから、ちょっとだけ開くね。ちょっとだけ開いて
咳払いしてちょっとダフっちゃった。ちょっとダフっちゃった、うん、ここの芝が絡みついたね。ちょっとロフじゃなかったな、ここの芝は普通に打てばよかった。まあ何でもやってみないとね。いいじゃん。うわナイスパー。いや、ボギーやったわ。ナイスボギー。今日初めて。拍手ください。私はこれをいつもちゃんとやりたい。はい、してるよね。うん、砂がついちゃう。分かってないでしょ。